漫画本も出てまして、漫画がね、ミックスされたバージョンの方を、バーっとマーキングしちゃえば、で、後からそのマークしたとこだけ見返したりとかもできるので、中学校1年生から読めるようになっています。皆さん、こんにちは。みよりんです。すいません、ちょっとまた声がガラガラで、風邪ひいてしまいましてですね、すいません、ちょっと聞き苦しかったら申し訳ないんですけど、今日はですね、私のおすすめの勉強法本をご紹介したいと思います。まあ、要は勉強法について学べる本ということですね。私は高校生ぐらいの頃から勉強法についての本をたくさん読んできて、今本当に何十冊読んだかもうわかんないんですけど、今ね、こういうお仕事もしているので、より勉強のために読んだりしますが、その中でも特にこれはおすすめだよ、ぜひ読んでという本を、今回はですね、12冊かな ?13 冊かなご紹介したいと思います。私自身勉強法の本を今10冊ちょうど出させていただいているので、その中からのおすすめもあるし、他の著者さんの本で私が読んで最近すごく良かった本というのもあるので、合わせてご紹介したいと思います。本当はもっとご紹介したい本いっぱいあるんですよ。もう20冊、30冊って。なんだけど、ちょっと今回絞ってご紹介しますので、ぜひご参考にしていただければと思います。ということで、おすすめの勉強法の本をですね、いくつかのこうお悩みに分けてご紹介していきたいと思います。勉強法全般のコツ、勉強のモチベーション、ノート術、受験勉強法、大人の勉強法の順でご紹介していきたいと思いますので、ぜひご参考にしてください。まず、勉強法全般のコツを知りたい方へのおすすめの本を3冊ご紹介します。教科を問わずどんな勉強でもということですね、子供から大人まで使える本です。1冊目はこちらです。手前味噌で恐縮なんですが、この本は本当におすすめなので、ぜひご紹介したいなと思って持ってきました、やる気も成績もぐんぐんアップ中学生のおうち勉強法入門という私の2冊目の本かなになるんですけども、この本はですね、中学生のとはついてるんですけど、下は小学生から上は大人の方まで使っていただいてます。内容としては勉強法についての基本的なコツをすごく詳しく解説しています。こんな感じで写真とか図も豊富だったりして、勉強法の基本、モチベーションを上げる方法とか集中する方法、ノート術、暗記術、計画術など全体的なことを過不足なくまとめているので、最初の1冊にすっごくおすすめです。迷ったらこれを読んでいただけるとすごい嬉しいです。続いて2冊目はこちら、愛知さんの自宅学習の教科書です。とある男が授業をしてみたという YouTube チャンネルで人気の愛知さんですね。この本も結構勉強全般についてのコツとかモチベーションとかのヒントが詰まっています。勉強ルーティーンとかですね、集中力アップの秘訣とか、主に中学生を対象としていると思われますが、高校生の子とか小学生の子が読んでも大丈夫だと思います。すごく読みやすい本です。これちなみに漫画本も出てまして、なので文章を読むの得意じゃないよっていう人はこの漫画がミックスされたバージョンの方を読んでもいいかもしれないです。そして3冊目はこちらです。勉強法カタログの本ですね。これはですね、こんな感じで東大生の子たちが見開きで一つのチップスをたくさん書いているような内容になってます。目次としては暗記編、演習編、授業編、定期テスト編、大学受験編と分かれていて、場面ごとのおすすめの勉強法のコツというかチップスですね。本当に例えば簡単プリント整理術とか、ノートはシンプルにとか、対策のスタートは簡単な問題からみたいなこうコツがバーッと見開きで書かれています。なのでどっから読み始めても大丈夫だと思いますし、休み時間とか気軽な感じで読めると思います。続いて勉強のモチベーションを上げたい人におすすめの本です。1冊目はこちらです。ソフメンタルの私が卓郎で東大に入れたわけという本で、これは私史上一番おすすめしたい本なんですけど、個人的にはこれはですね、スタディエッセイといって勉強についてのエッセイになっています。勉強のモチベーションが上がるようなエピソードとか考え方というのを書いた本になっています。約40個かなのエピソードが入っていて、本当に5分読むだけでモチベーションが上がるって言ってくれる子がすごく多い本です。小学生から大人の方まで読んでいただける本で、むしろね、意外と大人の方の方が何回読み返したか分かりませんみたいな感じでお声をいただいたりもしているので、世代問わず読んでいただけるかなと思います。勉強にくじけそうになっちゃった時とか、どんな風に考えたらいいかとか、私自身がどういう風に乗り越えてきたかみたいなことが書かれています。ちなみにこの本ですね、5月の1日についに電子書籍版が発行されるそうなんです。私も X かなんかで知ったんですけど、結構厚みはあるので、持ち歩く時には電子書籍で読んでもらえたらいいなってずっと思ってたので、去年の10月ぐらいに出て、今回5月に電子書籍が出るってことで、すごい私自身めちゃくちゃ嬉しく思ってます。なのでちょっと今日せっかくなので、電子書籍
きのご紹介をしたいと思うんですけど、皆さん電子で本読むことってありますか？私は年間100冊ぐらい本を全部で読むんですけど、そのうち多分7割8割ぐらいは電子で読んでると思います。電子書籍のメリットとしては、まず本当にどこでも読めるっていうのと、いつでも読み返せるっていうのがめちゃくちゃ大きいですね。あんまお行儀よくないんですけど、食事中に読んじゃったりとかあと信号待ちしてる時に読んだりとか、電車の中で読んだりとか、本当に私はどこでも本を電子で読んじゃうんですけど、あとは付箋がなくてもマーキングがすぐできるっていうのがいいなと思ってて、後からここ読み返したいなとか、ここ覚えておきたいなみたいなのって、紙の本だとどうしてもこうなんか付箋持ってないと印つけられなかったりとか、ページ折るとかしないといけないと思うんですけど、電子だったらもうバーッとマーキングしちゃえば色がつけられて、で後からそのマークしたとこだけ見返したりとかもできるので、めちゃくちゃ便利に使ってます。あとは無限に本を所蔵できるっていうところもめちゃくちゃ大きくて、本当に本がすぐいっぱいになってしまって、これでも電子で買ってても紙の本もたまるので、しょっちゅうブックオフの中華の買い取りですかねをお願いして、本を持って行っていただいてるんですけど、っていうことをしないといけないぐらいになっていて、電子だとそこがね、それでもまだ抑えられるっていうのがめちゃくちゃいいなといつも思ってます。電子書籍といえば、Amazon の Kindle か楽天のコボっていうのがあると思うんですけど、私もともと Kindle を使うことが多めではあるんですけど、コボも今回再開してみて、そしたらすごい使ってみたらかなり良かったので、ちょっとご紹介したいと思います。で、基本的な機能としては Kindle とコボってそんなに大きくは変わらないです。コボ使ってみて今回良かったことがいくつかあって、一番やっぱ楽天ポイントが貯まるっていうのがめちゃくちゃ良くて、私は家の中の家具ほとんどが、ほぼ楽天、もしくはニトリもちょっとありますけど、楽天で買うことが多くて、あと毎日スーパー声優に行くんですけど、そこでも楽天ポイントを貯めているので、楽天ポイントが貯まるっていうのが私にとって一番嬉しいことです。多分今初回ユーザー、初めて使うユーザーさんはポイントが70倍になるそうで、もうこの機会にぜひ使ってほしいんですけど、ちょっと後でそのやり方はご説明します。なので楽天ポイント貯めてる方にはすごいおすすめだよっていうのと、あとポイント還元とかセールが多いです。楽天使ってる方ならお分かりかと思うんですけど、楽天スーパーセールとかポイント何倍みたいな還元とかっていうのが適用されるので、すごくポイントが貯まりやすかったり、お得に買いやすいっていうのが Kindle と比べてもあるのかなと思いました。あとですね、デバイスの登録数が無制限っていうのがあって、意外とこれ役に立つ人もいると思っていて、 Kindle は同じアカウントで何台までログインできるかっていうか使えるかっていうのが決まってるんですけど、楽天コボはそれがないので、同じアカウント共有できます。なので例えば家族とかで、家族のパソコン、家族の iPad、 子供さんのスマホあと親御さんのスマホとかでこう接続ができるので、同じ本をみんなで読むことができるっていうのがすごいメリットだなと思います。コボの使い方なんですけど、概要欄にリンクを貼ってます。でそのリンクを開いていただくと、こんな感じで楽天ブックスのページに行きますので、でエントリーはこちらってところで、この70倍ってやつを、でログイン画面になるんですが、すでに楽天会員の方はログインしていただいて、まだ会員じゃないよっていう方は下のこの登録から楽天会員になることができます。こんな感じでエントリーが完了します。で楽天コボでお買い物するっていうのをして、でここから好きな本を探すことができるっていう感じです。なので今日ご紹介する本のタイトルここに入れていただくと、楽天コボから見ることができて、ポイント70倍で買うことができます。これはちょっとまだ予約注文になっちゃうので、さっきご紹介した中学生のおうち勉強法入門を検索したいと思います。あ、出てきました。こんな感じで電子のこれを押して、で買い物カゴに入れます。ご購入手続きで、まだ水が止まらない、水が止まらなくてで、注文を確定するを押すと、いきます。で、楽天コボのアプリからスマホで読むことができるので、今すぐ電子書籍を読んでおくと、最近追加した本で出るので、ここでダウンロードというのをします。そうすると購入した本をダウンロード、データを落とすことができるので、で、この読むってところを押すと、感じでこんな感じで見ることができます。でちょっと字が小さいなとか思ったら、字をねこう自由自在に大きくすることもできるので、あとフォントもいろいろ選べて、自分のしっくりくるフォントにすることができるので、すごくストレスなく使えるなと思います。ちなみにコボの私いいなと思ったのが、ここに目次ボタンっていうのがあって、そこから飛べるんですよね。これめっちゃ便利だなと思ってて、これ多分 Kindle だとこんなに見やすくなかったと思うので、めちゃくちゃいいなと思いました。なのでぜひコボもこの機会に使ってみていただくといいかなって思います。そして勉強の
チベーションを上げたい方におすすめの本2冊目はこちらです。学年ビリのギャルの、まあいわゆるビリギャルの本ですね。私この本今更読んだんですけど読んだらめちゃくちゃ良くて、これ勉強法についても書かれているんですけど、映画化もされているように結構やっぱ家族の物語みたいなところが強くて、さやかちゃんっていう主人公の、まあ、実話ですけど、女の子が本当に何も勉強できないって状態からすごく愚直に頑張って素直に頑張ってっていう姿が描かれていて、もう青春小説みたいにも読めるし、なんかこう自分でもできるかも、私も頑張りたいみたいな気持ちになるんですよね。なので勉強のモチベーション上げたい人にもおすすめだし、仕事とか生活人生のモチベーション上げたい人にもいいなって思いました。あとこちらです。3冊目、東大生の合格手帳という松島かれんちゃんという現役東大生の子が書いた本なんですけど、私も対談したことがあるんですが、この本もすごく丁寧に書かれた本で、でかれんちゃんってご自身がおっしゃるには、本当に人の何倍も勉強しないと全然できるようにならなかったと、本当にとにかくめちゃくちゃ繰り返さないと私はできませんでしたみたいなことがずっと書かれていて、でもじゃあそれをどうやってくじけずにこう繰り返し繰り返し一人たくさん勉強するってことを頑張れたのかっていうことがすごく詳しく書かれていて、自分も頑張れるかも、自分でも高い目標を達成できるかもって思わせてくれるような本で、すごく優しい言葉で書かれているので、この本もねすごくおすすめです。続いて、ノート術を知りたい人におすすめの本です。これですね、まず中学生向けはこちらです。中学生のおうちノート術という本があって、これはですね全教科のノートについてめちゃくちゃ詳しくですね、この見開きでノートの選び方から書き方から書き直しとか見返し方まで書いてあって、こんな風にですね全部のノートにサンプルがついていてポイントが書かれているという作りになっています。で5教科教科別にそれぞれ書いてあって、あと副教科についても書いてあります。なので中学生ノート術迷ったらもうまずこれを読んでほしいなと思っています。このねサンプルのノート、私実はコロナにかかってる時にもうね普通に侵されながら頑張って書いたのでよかったらそれも見ていただければと思います。そして高校生にはこちら、東大女子のノート術という本がおすすめです。これノート術って書いてあるんですけど、まず内容としては教科別のノートの使い方とか教科別の勉強法がすごく詳しく書かれていて、ノート術興味なくても読んだ方がいい内容になってたりします。高校のテストで無双するための点数を取るため の, 勉強法たくさん詰まってますので、ノート術知りたい人にもテストで点数上げたい人にもすごくおすすめの本です。あとは全世代向けとしてはこちらです。勉強が楽しくなるノート術という本で、これはですねノート術図鑑みたいな感じで、全部で77個のノート術アイディアをこんな感じで見開きに一つずつご紹介している感じです。図鑑みたいな感じ。これもね全部のページにこうサンプルの写真と説明文が載っているという内容なので、すぐに真似できるようになっていますし、写真が多いのですごく楽しく読んでいただけて、小学生の子から楽しんでくれてるという声も聞いたりしています。大人の方にもおすすめです。続いて受験勉強法を知りたい方です。高校受験と大学受験それぞれご紹介したいと思います。高校受験はこちらです。中学生のおうち高校受験勉強法という本があって、この本もですねこの本意外と評価としては一番高いかもしれないです。私の本の中で高校入試について本当に一からというかもうゼロからまとめた本になってます。なので中学校1年生から読めるようになっています。高校受験ってどんなものなんだろう、志望校ってどうやって選んだらいいんだろうみたいなところから、まあ、全体のスケジュールだったりとか勉強法だったりとかっていうところがね、時期別の勉強法とかも書いてあるので、高校受験についてまずはこれを読んで学ぶっていうのはめちゃくちゃ有利になると思います。で大学受験の方はこちら、大学合格を引き寄せる東大卒が教える逆転落ち勉強法という本なんですけど、これは私の独学で勉強した経験をもとに時期別の勉強法とか科目別の勉強法とか、あとモチベーション術とかメンタルコントロール術とかですねっていうのを書いています。こちらね横書きになってるんですけど、こんな感じでノートの写真もあったりとか、あと教科別のよくあるお悩みに答えていたりするので、そういう部分もかなり使っていただけるかなと思います。最後はですね大人の勉強におすすめの本を2冊ご紹介します。1冊目はこちらです。すごい脳の使い方という本で、脳科学の見地から書かれた本なんですけど、この本はですねこう子供の頃とは違う大人の脳だからこそこんな風に勉強するといいよっていうのがすごく詳しく書かれていて、記憶の仕組みだったりとか、どうやれば短期記憶を長期記憶にできるかとか、大人になっても脳って全然衰えていくわけじゃなくて、大人だからこそこういう風な勉強できますよねみたいなことが書いてある内容になってます。社会人で学び直しとか資格勉強とかされてる方にすごくおすすめだし、私自身勉強になった本なので、ぜひ読んでいただけると嬉しいです。続いてこちらです。海馬脳は疲れないという本で、こちらも脳科学者の方が書かれていて、糸井重里さんとの対談の本になっているので、すごく読みやすく面白く読むことができる本になっています。脳の仕
仕組みっていうところなんですけど、脳はこういう風に成長していくよみたいなことが分かるので、こういう風に勉強していけばいいんだとか、こんな考え方もあるんだっていうことがすごく勉強になるので、これ私ハリの先生からおすすめしていただいて読んだんですけど、すごく勉強になったし、何度も読み返したい本だなと思っています。ということで、私のおすすめの勉強法の方も13冊ですね、ご紹介してきました。紹介した豆腐メンタルの私の方も電子が出ますので、ちょっと今、ね、予約注文になってますけど、ちょっと楽しみです。私もね、予約注文をする予定ですので、皆さんもぜひまあこの本に限らずですけど、楽天コボぜひ使ってみていただけるといいかなと思います。概要欄に楽天コボのリンク貼ってますので、そこから飛んでいただいて70倍のポイントをゲットしていただけるといいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。